チャオ、あっちゃんです。今日1月の15日月曜日、あっちゃんの朝ごはんです。では作っていきましょう。パンに、この前のお惣菜残り、ちょっと残ったやつ、あっちゃんがこれで食べるだけでいいでしょう。食うだけ言うてもね。はい。前を引いて、これ、鶏レバーと、酢豚の野菜、もう何でも残ったやつ、みんな乗せます。もったいないんでね。で、たらこの、たらこじゃ、タイの方の甘露煮。昨日だからさ、昨日おとつい買ってきて昨日食べへんかったから、見たら賞味期限まだいけたんよ。2日ぐらいいけたから、お惣菜も結構持つんやな。うん、だからもういいわと思って、あっちゃんだけ食べよう。子供はね、ここに違うものを食べていった。で、これでチーズ、これでオーブントースターで焼きます。はい、できました。残り物お惣菜の朝ごはん、はい、で、コーヒー、あ、お祝いだ、ではいただきましょう。チョコ、今日はちょっとまたキャラメルラテじゃないか、キャラメルフレーバーのコーヒーにします。だけ入れようとね。今日ちょっとお出かけするからね。もう出ていかなあかんねん。だから早押しゃなあかんねんけど、子供を送り出して準備してお着替えしてバタバタでございます。はい、よいしょ。やっていけないことやるね。やっていけないね。もうそれ、よし、いただきます。おいしい。ああいうやつはほんのり甘いというか、まあ甘さそんなにないんだけど、よりキャラメルのフレーバー、味がふわっと効いてすごいおいしいね。でいただきます。あ、うん、そう言うと父親が案内してくれたのは寺本容疑者の部屋。うん、女装でお風呂入ったおっさんやってるけど、こういうのがいてるからさ、性同一性障害も女装もとか、みんな偏見で見られるんだけど、この悪い人の方が少ないんで、あ、ただこういう格好して悪いことするから目立っちゃうんだよね。うん、だからみんなのイメージが悪くなる。またこういうの見た人って、みんな人一緒に見てしまうから。何が言い出したらさ、生徒に手出す学校の先生とか、ね、犯罪を犯す警察官って、ほんなら警察官も教師でもみんな悪いんか、そうも思わへんやんか。俺と一緒やねんけど、こういうね、ちょっとしたやっぱり少数派、性的少数派なんて会うことめったにないから、偏見で見られやすいよね。バカなことやっちゃったんだろうね。取材すると相当なエリートだったそうで、プロフィールをいろいろ父親に聞いたんですね。本人どういう人物なんでしょうかと。175キロだった。
でっかいしてんな。身長172センチ、体重90キロ、結構大柄です。かなり偏差値が高い大学です、はい、で防衛省の技術研究本部に17年にその技術研究本部っていうのは現在は防衛省の技術研究本部にどういうところかと言いますと、自衛隊の装備品の調査の研究であったりとか、あと設計、試作、そういったものを行っています。で最近は実家に戻ってパート従業員としていた助走してオンラインに帰ったことで、今回が3回目の体験らしいんですよね、仕様によりますと。こちらのマネキンがですね、当時の服装です、うん、まず頭のカツラをかぶってメガネをかけています。そう、これで安そうな感じ。紺色のダウンジャケットを着て、女性用のトートバッグにちょっとグレーっぽいズボンを着ています。こういうプレゼントおっさんかおばんかわからんかっこやな。これ女装ちゃうやん。どこでしょう。その時に二人は上声で女性です。で駆けつけた警察官も女性です。また男性でしょう。女性です。なかなか絶対これ悪意のある方だよな。すぐわかる。男性がすぐわかる。供述を見ますと、平野容疑者、男湯は汚く、女湯の方が安らぎたどんな言い訳やというふうに最初聞いたんですけど、このように変わりました。女性の裸が見たかった、最悪が見たかった。で父親によりますと、前回の逮捕、1年半前で、現在4年間の執行猶予中だった、こういう時に、こんな昨日テレビやったけど、万引きする人は、まあ、お腹が減って万引きとか、お金がないから万引きえいうのも、まあ、ね、仕方ないって言い方悪いけど、かわいそうやけど、じゃなく、なんかしら気がついたら万引きして、そういう病気があるって、うん、なんか一緒なんかな、こういう人って。からんけど、うん、あったんで、こう犯罪そう時間でも早いけど、やったらあかんし、捕まった時って自分の社会的地位失われるやんか。そのリスクあってやってしまうって病気なんやろね。なんかそんなん、もうちょっとこうケアして治療してあげたい。そんな犯罪も減ると思うんだけど、犯罪者の半分とまではやんけど、3分の1ぐらいは病気で、どうしても仕方ない人って言うんちゃうかな、うん、だからデュールしてあかんで、ちゃんとそういう施設に入れて、ちゃんと更生してからしか社会に出してあかんと思うね。犯罪された人は大変やかな。でもこれもね、報道で女装も仕事でやってる、そういうオカマみたいなのも、ゲイもで、なんだ、お姉も制度ですでしょ。みんな一括りに見られてるやんか。それテレビの報道の仕方は悪いね。何でもかんでもお姉って言うてみたりとか、ニューハーフってくくってみたりとかするけど、全部違うね、うん。そういうのを一括りにしてみるから、こういう犯罪者と本当に心の病の人、病って言い方は悪いけど、なかなか難しいね。心の病気って病気でもないから、心は女の子、体は男に生まれてきた、まあ、逆もありやけど、そういうパターンで悩んでる、真剣悩んでるのに茶化されたりとかした心って荒んでくるんよね、心の闇って言い方があるけど、その人しか分からへんもん。だからって言って、それを逆手にとって
欲望のままに犯罪を犯す人っていうのはもう取り締まっていかなきゃ。だからそういうのをきっちりカウンセリングしながら、うん、やっていかなきゃ。もうほんまに この人なんかだ、女性の裸が見たかった、そういう動機があんねんから、ちゃんとした犯罪、うん、もうカツラまでかぶって女装までして良い周到やんか。こういうのはもう計画的犯罪やから、うん、社会に出したらあかん、うんうん、だから正直ね、ちょっとした犯罪でもあんまりやると、ね、犯罪が重い強いじゃなく、罪を犯したら死刑とかさちょっと極端すぎるけど、うん、なんか、うん、禁錮180年とかアメリカみたいな、もう出れないみたいな、うん、ぐらいの重い罪与えたら戦後になるんちゃうかな。そういうのする人は病気やからなからケアしてあげなあかんと思うけど、よくわからない晴れの日か、しかも最悪やね。せっかくね、成人になって成人式の日にね、着物がないって、うん、もうこれで、うん、周りの人が着物を貸してくれたとかしてくれて、ね、私もそれで役に立つ人になりたいって志した、ね、成人の子もいてたし、この範囲に言ったかな、範囲の日の社長、うん、こんなことして迷惑かけるの、うん、20歳になった頃はもっと志が高かったはずやのね。なんで人間ってこう悪い方へ引きずられていくのやろね。悲しいね。おはようございます。そんなことない、味の感想がない、うん、鶏肝を通すとめっちゃ美味しい。そんな感じは、うん、この乾かすだけでフットラリストがおすすめです。美味しいわ。ドライヤーで乾かすだけなんです。夜シャンプーして、寝坊をしてふわっとしたのに朝起きるともうペタンとなってるんですよね。このミスト、うん、夜のシャンプーの、はい、めっちゃ美味しかった。ちょっと今日朝ごはんちょっといつもより早めに食べたはずです。時間何分経ったのか分からへんねんけど、あ、でも10分ぐらい喋ってよ、うん、ちょっとね、お出かけしなあかんから、うん、準備して、まあ準備ってもこのまま行きます。くじ弁だけ聞くかなぐらいで行ってきます。で、うん、またその模様を動画にするかもわかんない、うん、ということでね、まだ今のところちょっと予告は、ね、告知するよりもお楽しみにしててください。ということでね、ちょっとコーヒーを飲んで、4年前、自身の信念をこう語っていた。カラメルコーヒー美味しいわ。あのね、ほんまにキャラメルフレーバーコーヒーって感じ、うん、はい、ということで、残り物のあっちゃんの朝ごはんと、ちょっとね、まあ、テレビ見ながらまだうだうだ喋ったようなあっちゃんの朝ごはん動画やけどね、いつもお付き合いありがとうございます。一緒に食べてくれてありがとうね。はい、ということでね、今日は1月の15日あっちゃんはね、でこの動画が16日火曜日です。でも1月も真ん中の週に入って、あっちゃんそろそろスタート、みんなもね、お仕事やっぱお正月休みでちょっとね、スタートが遅れ、いつもの月よりもちょっと遅れ気味でスタートしてると思う。ぼちぼちもうね、今年のスタートを切れた人も多いかなと思うけど、あっちゃんまだスタート切れてないんでね、そろそろ、自分にもね、短期も終えて、全力疾走しないといけない時期に入ってきたんでね、ね、もう今週ぐらいから、今週来週まで、もう今週中にはね、完全全力疾走で、新たな2018年バージョン、あっちゃんみんなに見てもらえるようにね、頑張って楽しくいきます。はい、もちろんね、昨日ね、大神神社で大吉バッチリ引いてきて、まあ、内容もまた良かったというね、これがあっちゃん2018年ね、終わる頃にはほら今年の正月大吉引いた結果ちゃんとなったでしょって言えるようなあっちゃんでいきたいと思います。ということでね、みんなもね、ついてきてくれたら嬉しいです。でご新規さんもこれからもね、いっぱい増えてきてくれたら嬉しいです。ということでね、あっちゃんの朝ごはん動画この辺で締めさせていただきます。はい、今日も一緒に食べてくれてありがとうね。はい、ということで、社会人さん、学生さん、お仕事、楽しくお仕事、勉強、楽しく頑張って
張ってください。受験生さんもうそろそろね受験なんで、そろそろラストスパートなんでね、うん、体をケアしながら、いくら勉強できてもね、当日体をね壊しちゃダメやからね、そこに向けて調整しながら頑張ってください、はい、で主婦の皆様、毎日ねお休みないけども頑張りましょう、ね、楽しく頑張りましょう。で家族の笑顔、それだけがね自分の何ちゅうかな喜びって思えてね、楽しくやればなんて話せると思います、はい、で今日お休みの方ゆっくりお休んでください、ということで今日も楽しい、今日も今週も楽しい1週間始めましょうということでね、はい、行きましょう、はい、今日のあっちゃんの朝ごはんよかったよって思ってくれる人は高評価、あっちゃんこれからも見ていってあげるよっていう人はチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ、次の動画でお会いしましょう。